どうも、ビタです。パーツ変えていきたいと思います。はい、本日は、キャプテン翼コラボ記念リミックスガチャ A、こちらを50連回していきたいと思っております。メインアカウントの方も、このガチャ A と B、両方ともスルーしようと思ってたんですよ。でもね、やっぱり、ミサキが欲しいなと。ミサキの PSR が欲しいなと思ってしまったので、今日は A の方だけ回したいと思います。B の方はね、松山ヒューが欲しいところですが、我慢します。この A だけ引こうかなと思っております。で、今回ね、A でピックアップされているのは、三崎、沢田、石崎、新田。この4体がピックアップされております。で、2回目、4回目に SR50%、PSR50%、そして、ピックアップは 20%。なので、ピックアップの PSR が出る確率は 10% です。で、3回目、ピックアップ EV から SR 以上確定。で、5回目に PSR 確定ですが、ピックアップ EV から 20%。これ PSR、ピックアップ EV から確定が良かったですね。まあ 10% ぐらい出ます。なので、ミサキが出る確率は、かなり低い。2回目、4回目で PSR のミサキが出る確率って多分、1% ぐらいしかないはずなんですよ。さあ、いや 2.5% か。で、下が 5%。2.5% と 5% しかないです。でも、出る確率は普段のガチャより高いので、これは引いていきたいと思います。では、引いていきたいと思います。石崎、お前は出るな。でもね、今のね、石崎、美咲、そして沢田、新田、この順番に並んでたと思うんですけど、左2人、PSR 持ってないんですよ。で、右2人、新田と沢田、PSR 持ってるんですよ。そうなると、美咲が出なかったら、どちらかといえば石崎の方がいい。と思ってしまいますね。で、初めて SR 確定じゃないよね。出てくれました。ありがとう。まあ、この辺でね、暗転は多分しません。暗転するなら PSR なんで、暗転はしないと思いますが、はい、西園寺。はい。美咲くんの PR 出てくれる。お、いいね。ナイス。では、ここから、確定がございます。さあ、まずは、SR50%、PSR50%、美咲の PSR2.5%。いきましょう。もう、美咲がいいです。さあ、博士演出までまずは行ってほしいね。50% 引いてほしい。まずは 50% 引こう。まずは 50% 引こう。まずは 50% 引こう。いやー、外れたかな。外れたくさいなー。あ、2枚。ありがたい。さあ、暗転しよう。行きましょう。まあ、ちなみに、美咲の PSR 出たらその時点で終わりです。あ。牛尾 PSR なのにな、やっぱピックアップされなかったか。残念ですね。はい。では、30連目。ここは SR 確定です。ピックアップ SR 確定。まあ、ここはね、基本外れだと思ってる。まあ、PSR 演出まで行ってくれたら嬉しい。嬉しいけど、まあ、行かないんだろうなって感じですね。ですよねー。で、ピックアップね。これはピックアップ演出です。まあ、PSR、じゃあ SR でもね、一応、美咲は獲得しておきたい。美咲の SR は獲得しておきたい。さあ、美咲はいいぞ。美咲はいいぞ。石崎。なんか出る気しかしなかったんだよな。出る気しかしなかった。石崎の SR 出る気しかしなかった。はい、では40連目いきましょう。なんかこの流れで石崎くん PSR 引きそうな感じがしますが、美咲にしてください。いきましょう。ここは SR50%、PSR50%、そして美咲の PSR2.5%。いや、頼むぞ。いや、ほんと頼むぞ。まあ、PSR 行こう。PSR。さっきも牛尾が出た。牛尾が出たけど、ピックアップの方にして。さあ来い。いやー、ピックアップはした。ピックアップはした。ピックアップはしたぞ。ピックアップはしてくれた。ってことは、あとは 50%、違う、50% じゃない ?50% か。いや、違う。50%。SR の確率は 50%、PSR の確率は 50%。ってことは、この時点で、まあ、演出はしょぼいんですけども、12.5%、PSR の目先がきます。はい。まあ、25% ぐらい暗転します。暗転したら石崎か目先。さあ、行きましょう。いや、なんか石崎は見えたな。さあ、暗転しろ暗転しろおい沢田か沢田かいやー、惜しい !9 枚目美咲やったやん。いや、マジか。これちょっと悔しいな。PSR 出てんだ。PSR2 枚出てんだ。いやー、澤田か、まあ、澤田今48だったんで、いや、46だったんで、48にはなるけども、ちょっと苦しいな。はい。では、ラスト。ピックアップ 20%。なので、5% の確率で美咲くん出ます。はい。行きましょう。ピックアップされろ。金文字来い、金文字。金文字来い、金文字。金文字。それか初見演出。いやー、来ないか。さあ、ゲドウ。ゲドウが来てほしいです。ゲドウくん。ゲドウくん。ゲドウくん来い。博士まで行って、あ、抜けるな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 、抜けるか。ちょっとしょぼいな、ちょっと、演出がやばいかもしれない。暗転してほしい。暗転してほしい。まあ、実際言ってみれば、沢田今46で48になりました。で、新田もね、46なんですよ。新田は正直、まあ、SR、チケットあるんで、上げようと思って上げれるかもしれないんですよ。でも、上げてない理由は、特技練習頻度上げたくない。うん。最後の方ね、怠慢で、うん。東邦学園で上げたくない。怠慢でできれば、うん。怠慢で選択しないときにオフェンスに来てほしいんですよ。できればね。なので、できるだけ特技練習頻度を上げずにいっております。はい。では、いきましょう。暗転。さあ、美咲、来い！たつき。はい。PSR は、3枚出ました。まあ、PSR ね、確率あるところは、うん、全部引けたけど、うん、ダメだね。で、60連目。60連目はね、SR、PSR 確定ございません。で、選択チケット1枚もらえるという形なんですけども、自分は選択チケットいりません。はい。まあ、そうですね、沢田。沢田とかね、SR 引いて、まあ、50狙うのもいいんですけども、自分はここはスルーさせていただきます。SR 選択チケットはいりません。うん。はい。で、解放していきましょうか。いや、沢田か。いや、沢田か。使うかな。いや、使わねえだろう。うん。沢田のテーブル的に、46まででこれでしょ、スペシャルタックでしょ、48でスペシャルタックで、50でスペシャルタック、5% ぐらいいいと思ってしまう自分がいるので、これはもうこのままいきます。いやー、悔しいな。これはちょっと悔しいな。うん。いやー、中の4分の1が引けなかった。4分の1が、ピックアップのね、ピックアップ来たのに4分の1が引けなかった。それがちょっと辛いですね。はい。はい、まあ、とりあえず、こんな感じでいきましょうか。はい。まあ、この、どうしようかな。新田を、皆さんなら新田ってどうします？先ほど言った通り、自分は得意練習頻度を上げたくないんで、46で置いてます。はい。46で置いてる途中ですね。で、うん。もう、美咲とか多分引かないと思うので、これ、SR45 作っとく？一応 SR2 枚に PR がそこそこあるんですよね。そこそこないわ。ないから、まあ45は厳しいから、まあ前後合わせで、解放するかなーっていう感じになるのかな。うん。これを、どうするかだな。将来的に一旦は50にするべきなのか、しないべきなのか。まあ、スピード練習っていうのはね、そんなに得意練習頻度上げたくないんですよね。あ、PR あるわ。うん。上げちゃうとね、本当にスピードばっか来る。まあ、東邦学園のように、タックじゃなくても、集まればいいっていう高校ならば、スピード上げたくないんですよね。うん。で、南葛高校で新田くんが輝く未来って、もう正直見えてこない。まあ、あの高校はやっぱりオフェンステクニックで経験点バンバン稼ぐっていう高校なので、やっぱ東邦学園となると46でいいのかなと思ってしまいます。まあ、今回はね、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。